皆さんこんにちは。これから2021年度熊本大学理学部理学科物理学コースのコース紹介をします。まず簡単に物理学の紹介をします。物理学はあらゆる学問分野と関連していて、数学、生物学、科学、地球科学といった理学はもちろん、工学分野、医学、薬学とも深く関わっています。 次に物理学コースの教育を紹介します物理学コースを選択するポイントとしましては私たちの身の回りにはさまざまな自然現象が起こっていますこういった何気ない自然現象に興味がある人また何気ない現象に気を取られそれがなぜなんだろうと思ってしまう人 一つのことを考え出すととことん考え込んでしまう人。こういった項目に当てはまる人は物理学に向いています。次に物理学コースのカリキュラムの紹介をします。熊本大学理学部では理学科という一学生をとっていますので、1年次ではほとんど同じ講義を受講します。2年次には 理学・数学からなる共通科目を選択して受講しますが3年時のコース選択に合わせてどの科目を受講するかを選んでいきますそして2年生の終わりにコース選択を行い3年次からは各コースに分かれて専門科目を受講していきます物理学コースの専門科目としましては 力力力学・学・学・学電磁気学量子力学熱統計力学こういった学問がありますこういった学問を3年時に履修し4年次にはそれ,にそれとプラスしたさらなる専門科目や卒業研究を行っていきます次に大学での授業の様子を紹介したいと思います。 こちらは、三年生で行われる物理実験 A という科目になります。昨年度からコロナの影響で、学生実験も密を避けて行われています。こちらは、電気伝導の測定という実験を行っています。実験は個人に分かれて行っており、こちらの実験では、 タブレットを使って動画を見ながら実験を進めていますこちらはスペクトル分光という実験を行っていますこの実験も一人一人個人で実験を行っています この実験では、光源から出た光を分光、検出を行い、その値を電圧値として読み取るという実験を行っています。こちらは3年生に対して、 ティーチングアシンスタントという大学院生が実験機器の説明をしているところです。実験で得られたデータは、各人、コンピューターを使ってデータ処理を行っていっています。 続きまして、3年時の後期に行われる高額という講義の紹介をします。こちらは昨年度に撮影された講義の動画になりますが、コロナの影響で遠隔授業でコンピューターを使ってリアルタイムの配信を行っています。 工学の授業では、まあ、光を通したさまざまな知識について教えていますが例えばレーザーなんかを使うと重力波を検出するということが行えたり、まあ、非常に低い温度まで低温にすることが低温を達成することが可能になったりとかあるいは非常に精密な時計を作ることができるとかそういった紹介をしています。 まだこちらでは光に関わるえさまざまな自然現象の説明をしています。例えば夏の日なんかによく見られます、まあ蜃気楼であったり虹であったり、まあこういった自然現象がなぜ起こるのかということについて説明をしています。 こちらではレン,ズの、えー、レンズの役割について説明をしています。 最後に解析力学の講義動画を紹介しますこちらは今学期になって対面授業が再開された時の授業の様子を撮影しています それでは物理学コースの研究について紹介をしていきます。熊本大学物理学コースでは12名の教員が所属しています。各教員はそれぞれの研究分野の研究を行っています。それでは各教員の研究について紹介をしていきます。まず、ソリュシ物理学を研究されている矢島先生です。 素粒子というのは我々の身の回りにある物質を構成する最小の粒子のことです。その素粒子についての理論的研究を行っています。次に宇宙プラズマ物理学を研究されている小出先生です。小出先生は理論研究によって宇宙のプラズマの研究を行っています。 次に、観測的宇宙論を研究されている高橋先生です。高橋先生はオーストラリアなどの電波望遠鏡を作成しているチームと研究して研究を進めています。固体イオニクスアモルファス物質の研究を行っているアニヤ先生です。 アリア先生は、超イオン電動体、ガラス、アモロファス、まあ、こういった物質の理論的な研究を行っています。計算物理学を研究されている下條先生です。計算物理学では、実験的に到達することが難しいような高温であったり、高圧という条件を設定して、その性質を調べることができます。 データ駆動科学、光物性物理学を研究されている赤井先生です。赤井先生は先端的な放射光やレーザー分光といった物理実験を行っていますが、そのデータをデータ駆動科学という新しい解析方法を使って解析する研究を行っています。超高速、 物理現象を研究されている小角先生です小住先生は光合成、太陽電池などの光過程,を光過程といった非常に早い現象をフェムト病パルスレーザーを使って研究を行っています。超電導大の物性研究を行っている市川先生です。 市川先生は、白膜状態の超伝導体といった次世代高性能ディタバイスの開発を目的とした超伝導体の研究を行っています。ナノスケール物性化学の研究を行っている原先生です。 原先生はナノメートルといった非常に小さな構造をしているナノ構造や原子レベルに近いような薄いナノシートの現象を調べています。高圧物性物理学の研究を行っている中島先生です。中島先生は 高圧下の物質の状態を調べるという研究を行っています。液体金属物性研究を行っている松田先生です。松田先生は、金属が液体状態になっているような 状態を研究されていますデータ物性物理学の研究を行っている島村先生です。 島村先生は理論的な研究を行っていますが、深層学習や機械学習というのを取り入れた新しいデータ物性理論を構築されています。以上で2021年度熊本大学理学部物理学コースのコース紹介を終了します。